どうも、バーンです。いや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 、できましたね、できましたね。棒グラフの可視化ができました。前回ね、えー、ラジコン飛行機のスロットルイドを、えー、CSV ファイルにログとして保存して、えー、それをですね、なんとか棒グラフで表示できないかなというふうなことを申しておりました。で、プログラムをね、作りました。これもう1から作りましたね。 えー、プロセッシングというプログラミング言語です。えー、こちらが、えー、プログラムです、えー。参考にさせていただいた、ねえー、ネットの情報は多々あるんですけれども、もうほぼこれはもう一から作ったという状況ですね。えー、ちょっと説明する前に、えー、実際ね、この棒グラフ動いているところをお見せいたします。えー、事項。 えー、2回ほどね、アクセルを付加している状況が見えたと思います。下の方にはね、えー、と、パーセントの数,数値ですね。これも表示させてみました。でね、えー、難しかったのは、えーね、描画の更新ですね。1回書いただけではダメで、その前の書いたやつを消さんとダメですね。それはそうですよね。 あのー、描画の基本ですね、これ、どうやら。で、その辺ちょっと説明いたしますと、えー、セットアップ。えー、っとね、ちょっとその前に。これ、変数の宣言ですね。えー、っと、まず、F カウント。これはフレームカウンターです。えー、この、Excel で今見てるね、この CSV ファイル。この、行数ですね。この行数に相当する変数が F カウントです。 で、フロートチャンネル3。これ、不動小数点型の、えー、変数で、チャンネル3。つまり、スロットルですね。スロットルはチャンネル3ですよね。ラジコンで。の名前で変数名として、えー、登録しています。で、えー、これをまず宣言しておいて、で、セットアップですね。最初に1回だけ通るルーチンですね。えー、まず画面のサイズを決めますね。画面のサイズは、 縦長ですね。X 軸が200、えー。縦軸 Y が600。で、このストロークウェイト。これがですね、この枠ですね。この緑の枠。この枠の太さです。で、ストローク。これがですね、あのー、ちょっと命令はちょっとよくわかってないんですけど、これね、RGB です。だから G が130なんで緑ですね。緑色になってると思います。で、えー、フィル。250 これ白色でここを埋めろということですね。で、えー、あとは、えー、レクト7 5 7 5 5 5 4 5 0えーえー、とねこれがあの白い、えー、と棒グラフのねところですね。でそこからドロー、えー、ループのループのルーチンに入りますね。でまずここで、えー、画面のね えっと、白紙にする必要がありますね。毎回毎回。で、出ないと前の描画が残ってしまうんですね。で、次に、SD、SD じゃないよ、これ。これ SD じゃないぞ。えー、っと、セーブしとこう。えー、っとね、えっと、CSV データラインという配列に、えー、っと、R、 cvlog.csv っていうね、この今エクセルで見てるファイルですね、えー。A 列にスロットルのデータが入ってる。この、えー、ファイルを読み込みなさいと。で、チャンネル3に、えー、F カウントの配列名、F カウント行目のデータを取得しなさいと。で、えー、このコンソールの方にですね、えー まあ、とりあえずプリント文で表示しました。で前回多分この辺までできてたと思います。で、こっからですね、えー、っと、まず、このね、ジっていうローカル変数を宣言しました。これはあの、棒グラフの高さです。で、ここがあの、このプログラムの一番肝となる部分ですね。えー、っと、チャンネル3、スロットル回路を4.5をかけて、 えー、450から引けと。450っていうのはこの高さですね。で、これで、えー、白い部分が、えー、表示されます。で、あとは描画ですね。で、あとはフレームカウンターを回して、で、えー、ちょっとだけ待つ。これがないとあの爆走してしまうんで、ちょっとだけ待った方がいいと思います。で、これで、えー、実行すると、こんな風にして、えー、スロットルのようなね、えー、描画ができるように。 なりました、はいえー、これを使って、えー、あとはこの小さいこの、えー、とウィンドウですねこれを OBS でキャプチャーしてでラジコンの画面に組み合わせればラジコンが飛んでいる時のスロットル回路が可視化できるものと考えられますねあとはラジコンからのデータがねうまく SD カードに保存されるかどうかといったところですね、えー、もうあと1本のところまで来てます本日以上ですではでは